ごめんなさい、余談が多すぎました。ホークさんのせいです。いいっすよ、ホークさんに気使わなくても。確かに。それはきついですね。テレビ東京です。さて、2回戦、サトシスレイヤー、リッドカイ、JP テスタのチーム、対するはハセスレイヤー、アタシンスレイヤー、トルソエディのチーム、先鋒戦、JT スレイヤー対ハセスレイヤー、ん ?JT テスタ対ハセスレイヤー。さあ早速バーストを使っていくハセスレイヤー、網に突っ込んでケースケース、はい、ランズ立ち合いダウンオイジになってしまうが中断吸血から裏回りガードして直側からしかし金エスで整える、あ、俺っすか、じゃあ万葉さんちょっとお願いします。JT さんのテスタと、ハセスレイヤーでいいんだよね。さあ、起き攻めは、起き上がってじゃんけん。さすがハセスレイヤー。一本取りました。エンエス、下が入る。足払いからランズ、巻いてランズ。はい、起き攻め。中段は、後ろバックステイ逃げて、そうなんだよね。前エグゼに対して巻いて。巻いてバックステイを受けて投げてからの、よいしょ。ツーカレー？スリーカレー入らない。25% 使って、グレブディガーかましていく。しゃがんでたから、中段しっかり3段決めて、足払い、足払い。前系がバックステに引っかかって、バースト警戒のコンボから、終わるかな？終わんない。そしてバースト使っちゃった。しょうがないよね、これは。ハセスレイヤーが、先鋒戦を下しました。さて、次に中堅戦を出すのが、リット会ですね。ちょっと真ん中の台でね、ちょっと丸坊主の人が頑張ってるようなんで、ちょっと俺も頑張んない。タイナクはバックステイ、しっかり距離を取って、エンス3。ダッシュ投げ、起き攻めはジャンディからしっかりと直が決めてるのはスレイヤー、足払いは直がしたら半角、これもね K マッパの方は直がしたらね半角なんですよね。さあしっかりコンボを決めて、よいしょ、落として立ち合いから決めていく 50% しっかり使ってコンボいって、起き攻めはジャンディから表、ロマキャン使って一応ヒット確認はしてたけど繋がってなかったが、こかしてリット界が一本選手、あれアダムちゃん戻ってきちゃった。ただいます。じゃあ次2回戦一つ呼び出します。 AGF アンジヘブンベノムサートゥジョニーのコテチーム、対するはタクスレイヤーイモザッパー、ゼロジニソルのコテチーム、サトゥさんいる、 AGF さんいる、ヘブンさんもいる、対するはイモさんがいる、タクさんがいる、あとゼロイチニさんがいればいいんですが、まあ次の試合なんで、じゃあとりあえずそこ2人並んでるんでじゃんけんお願いします。で、コンパネどちらにしますか、向こう側空いた台というか真ん中の台が空いてますので真ん中お願いします。たくさんのチーム 2P 側になります。サトゥさんのチームが、1P 側になります。
さて、リッドカインに対して出てくるのはアタシンスレイヤー。ジャンピングダイク投げている。マッパは飛んでかわして大木攻め、マッハ人生で抜けていく。ファイルバンカー、さあ逃げ足払いから6ピース、ジャンハイと総裁だったが、体力ドット、ドットじゃねえ、イーブン、足払い持続引っかかって、スタン、青からのコンボ、置き攻め、ジャンプティック重ねて、ダウンバスト、ガードして、金イス2敗、1本選手は、リッドカイ。投げている。ジャンプディからジャンプディ。投げている。無敵吸血。ベイパー使ってタッチピー、そして画面端キープして下段中段ガード、ジャンス差し返す、ジャンハイを打ってきて画面端でカイがここで抜けていく中央。さあ 6P 出したのに潰される。あのマッサージ強すぎる。一本取り返す、アタシンスレイヤー。最終ラウンド投げている。大木攻め、ジャンプ D からジャンプ SP からチャージ重ねて6回 6K、 足払いを無敵出し、無敵ジャンプで抜ける。 S ハイベイパー 6P 対空から持っていき D ステで抜けてアンプレカウンター。ベイパーからベイパー赤からカウンター、そしてジャベリン入らず空中投げ。さあ、リッドかい。